スペイングランプリはフィムロードレース世界選手権の一戦としてスペインで開催されるオートバイレースである。ロードレース世界選手権のごく初期である1951年にカレンダーに組み入れられて以来一時の中断を経て現在まで続いている伝統ある大会の一つである。また、下記のグランプリのように大体開催も行われることがある。 かつては、モンジュイックサーキットやハラマサーキットでも開催されていたが、1989年以降は、ヘレスサーキットに固定されている。1988年、ポルトガル GP がキャンセルされ、急遽代替レースがヘレスサーキットで開催された。この年は、すでに、ハラマでスペイン GP が開催されていたため、1カ国1グランプリの原則にのっとってこのレースは、 エキスポ92グランプリとされた。エキスポ92とは、1992年にスペインで開催されたセビリア版告白覧会のことで、ある。1993年には、南アフリカ GP がキャンセルされ、ハラマサーキットで代替レースが開催された。このレースは、フィムグランプリとされた。この年は、ヘレスサーキットで、スペイン GP がカタロニアサーキットで、 ヨーロッパ GP が開催されており、スペイン国内で同年に3回グランプリが開催されたことになる。2020年第3戦に開催予定だったアメリカ GP が新型コロナウイルス感染症の流行の影響で中止となり、急遽本グランプリの2週目にアンダルシアグランプリという名称で開催で行われることになった。ありがとうございます。